げちゃん。さあ、ハゲちゃん、今年2回目、始まりました。励ました。はい、励ました。はい。おめでとうございますは、もう2回目なんで、言いませんけど、励ました。はい、励ていきましょう、皆さん。今日ですね、なんかちょっと、違うことないですか？いつもと。まあ、新年励ましてもそうだったんですけど、実は、僕、小田康平、新橋になんとスポーツバーをオープンすることになりました。そのスポーツバーの名前はグッド A です。何それみたいな感じになると思うんですけど、グッド A というのは、イニシャル英語で書くと、GOODA って言うとグッド A になるじゃないですか。それを一個ずつ読むと GO お題になるんですよね。これまた、ね、なんだそれグッド A って思ったと思いますけど、GO お題、よっしゃ行こうぜお題みたいな感じの店です。なので、皆さん新橋の駅から歩いて4分、そして駆け足で2分、2分ですよ。まあ足の遅い方は3分になるかもしれないですけど、駆け足2分なので、来ていただけますか。お願いします。徒歩4分駆け足2分、グッド A、 よろしくお願いいたします。わからない方、ここに行き方アクセスが書いてありますので、見て、来てください。徒歩4分駆け足2分。まあ足の遅い方は、足の遅いというか駆け足が、できない方とかいらっしゃると思うんで、3分かかるかもわからないですけど、途中信号がありますんで何個か、それは絶対に赤は止まってください。まあそれで4分になるかもしれないですけど、まあ普通に青信号で来たら駆け足2分なんで、よろしくお願いします。はい、本当に今、来てるのはその、手伝いというか、オープン前のいろいろなこう、仕事をしに来てます。なので、10日、僕もあの10日来ますんで、ぜひオープンは、5時から11時になりますんで、よろしくお願いいたします。はい、あとグッド A なんですけど、スポーツバーです。皆さんでいろいろとこう全然知らない仲間たちとかね、いろいろと友達を作る空間と、あといろいろ野球ファンでも他のスポーツのいろんなこうスポーツバーとしてみんなで盛り上がるための店となっております。であといろんな僕のこれ映ってる YouTube とかも流れてますんで、いろいろとやってもらいたいなと思います。あとね、これまた後でちょっと映すんですけど、内装ですね、内装というかこのスポーツバーの雰囲気、下が人工芝になっております。はい、人工芝、天然芝じゃないよね、天然芝じゃないけど、まあハゲてはないんで、ずっとこう芝、あれ手入れするの大変とかって言ってるけど、全然多分生えてこないんですけど、はい、僕の多分頭と一緒で生えてこないんですけど、まあとりあえずこう人工芝引いてます。あとテレビがね、なんと15台ぐらいあります。いろんなところでいろんなテレビがしてます。スポーツがしてます。あとイヤホンですね、イヤホンもつけて、そのなんていうんですか、 Bluetooth っていうんですか、あれがもう聞けるので、もう手ぶらで、これまたもうごめん、なんかいろいろと言わなあかんことばっかりがあるからあれなんだけど、ロッカールームがあるんですよ。ロッカールームルームじゃないですけど、ロッカーがあるんで、手ぶらで飲みに来れるバーとなっておりますんで、よろしくお願いします。はい、グッズいっぱい、飾っておりますんで、僕のだけじゃなしに、選手とか、選手とか、ラルキスさんとか、いっぱいありますんで、そのファンの方も見に来られたら嬉しいかなと思います。あとね、もう一つサーバーがあるんですよね、ビールの。球場でよくね見かけるお姉さんいますよね、背負ってビールをこうサーバーする人、
その人がいるので、なんかこの球場の雰囲気とか人工芝もあるし、人工芝じゃないか、芝があるので、その雰囲気と一緒になんか見てる感じで、ビールついでもらって飲める感じになっております。よろしくお願いします。でも何回も言いますけど、アクセス、来たい人はここに、見て来てください。駆け足2分徒歩4分ダッシュ1分、ダッシュ1分でつかないから、ちゃんと信号止まってくださいよ、本当にお願いしますよ。グッドエなんですけど、いろんな目的というか、いろんな狙いというか、いろんななんかことをしたくてこのスポーツバーをやりました。オープンしました。で、まあ一つとして、新橋って僕はイメージ的にどうかな、テレビで見る限りではなんか酔っ払いのおじさんがいてなんかフラフラしてるっていう、なんかもうそこら辺で寝ててみたいなイメージしかなかったんですけど、この新橋っていうところを、グッドエも、一番なんですけど、いろんなこう仲間の集まり、スポーツが大好き、野球が大好きっていう集まりにしたいので、みんななんかおー来たのかみたいな、え今日も来てんのみたいな感じにしたいので、盛り上がって、お願いします。はい、グッドエなんですけど、スポーツバー、オープンしましたが、ここに来られたお客様、皆様の、注文していただいた飲み物、食べ物、それの、1%、 売り上げの 1% を、小中高、野球を愛する人、好きな人いっぱいいると思うんですけど、その人たちに寄付しようと思います。あと、あとちょっと待ってね、ちょっと君は顔が誰かに似てるけど、はい、なんか 誰だ、はい、広島東洋カープの坂倉翔吾のちょっといとこ。マジで、はい、俺 LINE 友達なんだけど、坂倉と。マジで、はい、本当です。本当に、はい、この坂倉です。本当に、はい、どこ見たらわかる、証拠ないのね、脱いだらあかんでしょ、脱いだらあかんでしょ、それはあかんでしょ。なんかちょっとね、ずっとここでやってくれるっていうことで、はい、ちょっとなんか説明して、この、はい、この箱を、グッドエーの、店の中にこういった寄付金というね、ボックスを用意しましたんで、来られた方、小中高、野球を愛する人たちに、寄付していただきたいなと。まあ、ボールとかバットとかなんかプレゼントしようかな、プレゼントというかこのお金で差し上げようかなと思う。それでいいんだよね。はい、いいんだよね。はい、よろしくお願いします。なんかそこだけ笑顔がいいね。よろしくお願いしますね。お願いします。ホームページにアップしますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、でアクセスはここです。何回も言いますけど、ここでお願いしますね。ここで、はい、なら最後なんかやる、一緒にやる、できる、初めてだけどできる、できるの、はい、いくよ、はい、3、2、1、やりました、炊飯器。じゃあはい、グッドエーなんですけど、1月10日に、オープンします。僕もその1月10日には、グッドエーには来ますので、皆さん、お越しください。あと、僕のハゲちゃん、YouTube ですね、チャンネル登録を、している方、うちの、グッドエーのスタッフに見せると、なんと、ドリンク1杯、サービスさせていただきます。で、されてない方、チャンネル登録をまだされてない方も、チャンネル登録をしていただければ、1月10日、いっぱいサービスさせていただきますんで、皆さん、友達を誘って、友達と一緒に、チャンネル登録をしていただければなと思います。よろしくお願いいたします。小田光平でした。